はい、それではですね、第2部の方行かせてもらいます。2部はですね、先ほどあのすごい太鼓の迫力だったんですが、今度は女性ボーカリスト太田ジーコ歌謡ショースタートいたします。ジーコさん、5月に出ていただきましてね、はい、その時はピン芸人だったんですけども、今日は3人の野郎ども、野獣たちがいるんですけども、はい、大丈夫ですかね、はい、気をつけてくださいね。ということは、今日はどういうコンセプトで服は持ってたんですか？服の方の特に今日は秋らしいですね、秋らしいイメージ、紅葉に合わせてオレンジの帽子をかぶりました。どうです、みんな似合ってます？拍手ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、じゃあ Gco with B ステージお楽しみください。それでは皆さんこんにちは。こんにちは。あれ？ちょっと元気がないかな。もう一回行きたいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。どうもありがとう。太鼓かっこよかったですね。私もちょっと体験させてもらってすごい体が温まりました。どんどん太鼓の皆さんありがとうございました。ご紹介に預かりました。ジーコって言います。太田市出身でシンガーソングライターやってます。本名太田よりこ、あだ名がジーコです。どうぞよろしくお願いします。1曲目は、いつもあのオリジナル曲を歌ってるんですけれども、1曲目は皆さんの知ってる曲をちょっと歌ってみたいと思います。知ってる人がいたら一緒に歌ってください。Thank you.
伝言聞いていただきました。手拍子ありがとうございました。どんどん太鼓で、体験で腕に効いてるそうです。力が入らなくてブルブルしてるそうです。あれ太鼓ってすごい運動になりますね。腰にもいいし肩こりの予防にもなるのかななんて思いました。なんかちょっと習ってみたくなりました。皆さんもぜひ。ここからですね、ちょっとジーコのオリジナル曲を歌いたいなと思うんですけれども、歌ってもオリジナル曲歌ってもいいですか？ありがとうございます。では1曲目に可愛いペットのことを歌った曲を歌いたいと思います。君がいてくれてよかった。君がいてくれて本当によかった。君がいてくれて本当によかった。ペットを、ね、飼ってる皆さん同じ気持ちだと思うんですけど、多分もうね家族の一員ですよね。そんな
愛情を込めて作った曲でした。いつもね、あのギター1本でオリジナル曲を弾いて歌ってるんですけれども、今日はね、こんな素敵なバンドの仲間が、私の曲に彩りをつけてくれて、ありがとうございます。とんでもございません。ジーコと誰かが一緒にやるときはジーコウィズっていう名前でよくやってるんですけど、今日のメンバーはジーコウィズ B の皆さんです。 B 型です。B 型です。B 型です。皆さん B 型ということで、ジーコウィズ B よろしくお願いします。今日本当に11月群馬こどもの国に来たら木々が、ね、色づいていて、あ、もう紅葉がこっちの方も始まったんだなと思って、綺麗だな、イチョウがね、風に吹かれて散ったりする姿とか本当に綺麗で、5月の新緑の季節も綺麗なんですけど、いつ来てもこの広々と緑が広がって本当に素敵なロケーションです。こんなところで歌わせていただけてとっても幸せです。どうもありがとうございます。秋の季節にちょうどいい次の曲は、もみじの中をドライブする曲で、もみじトンネルという曲を歌いたいと思います。ちょっとね、もしよかったら皆さん手が空いてる人がいたら、手拍子、手のリズムできたらお願いをしたいんですけれども、こんな感じです。
さんのリズムをやり続けてくれてありがとうございます。前回5月に出た時はね、みんながバンドで演奏する中、私ここの広いステージで一人で歌って、まあ、それはそれで気持ち良かったんですけど、なんかちょっとね寂しかったんで、今日はビートとね、リズムとメロディーと入ってすごく楽しいです。ありがとうございます。ウィズビーの皆さんどうもありがとうございます。9月にね、日展ラサさんのお祭りに出たんですけど、9月16日でした。それが多分このメンバーでやったのが初めてで、今日は2回目の、このメンバーでは2回目になりますかね。はい、はい、2回目今日はギャラの代わりにガイアの畑で採れました大根をね煮つけてきて皆さんに食べていただきました。メンバーの皆さんに、振る舞って頑張って演奏してもらってます。では、次の曲はちょっとしっとりめのナンバーいきたいと思います。皆さん恋をしてますか、またはかつてかつて恋をしましたか、そんな次の曲は恋の歌を歌ってみたいと思います。ふわり、恋に落ちた瞬間を今も覚えている、あの日あの時、一日中頭から離れずにニヤけ顔を隠し切れない、
ありがとうございます。ふわりっていう曲を聴いていただきました。今日歌っているあのオリジナル曲が入った CD の方が ありまして、6曲入り1200円のところ、手売りの時は1000円で販売してますので、興味のある人がいましたらよかったら、声をかけてください。今日ね、恥ずかしくて声かけられなかったって言った場合、 Amazon とか、あとはイオン楽器さんに入ってる イオンに入ってる島村楽器さんにも置いてます。よろしくお願いします。今日はね、いつもリハーサルの時に音が出なかったり機材のトラブルがあったりするらしいんですが、今日は何のトラブルもなくここまでね順調に、やってきて、リハーサルで何もないと、もしかしたら本番で音が出なかったりしたらどうしようなんて言ってたんですけど、今のところ大丈夫そうですね。そんなまさかの出来事もなく、滞りなく、最後まで、いけるといいんですけれども、皆さんも楽しんでいってください。暑くもなく、そんなに寒くもなく、ちょうどいい気候でよかったなって思います。それでは今日は何もまさかの出来事がありませんが、次の曲はまさかという曲です。あ、そっか、人生にはもう遅い、もう遅い人生に3つの坂があると言われている中の1つの坂です。上り坂、そして時には下り坂、そして突然のまさか。Bye.
メンバー紹介したいと思います。リードギター、たかちゃん。どうも、こんにちは。 B 型です。カホン、パーカッション。ノンキチ。 B 型です。 B 型です。ベース、モリモリ。 B 型です。モリモリはあるときはモリゴ、いろいろあるみたい。このメンバーで次やるのは12月になります。12月15日北部運動公園、今は八王子公園という、なんか両方の呼び名があるそうなんですけど、イルミネーションで綺麗なあの公園で、エコハウスっていう建物の中で、12月15日このメンバーでまたライブやりますので、よかったらまたお会いできたらなと思います。イルミネーション身がてら遊びに来てください。次の曲は結構皆さんに参加をしていただける曲なんですけれども、タンバリンとかマスカラとか、ちょっとマスカラ、マラカスやってみたいなって人がいたら、ちょっと置いておくのでリズムやってください。一緒に歌ってほしいところがあるんですけど、あの歌詞はね、ラララララになります。ちょっと練習しますね。何にもない、ラララララ幸せよ、ラララララ、ラララララのところなんですけど、ちょっと一緒に歌ってほしいと思います。じゃあ練習します。何にもない、ラララララ幸せ、気づく何にもない毎日が、あの本当に平和で、そんな日が実は幸せだよねっていう曲を歌った曲です。何にもない幸せ。
返却をよろしくお願いします。ちなみにね、メンバーが手に持っている缶ビール、これは本物ではありません。私が飲んだ後、お米を入れて作った缶ビールシェーカーです。準備はよろしいですか？はい、では、最後から2番目のこの曲は私が初めて作った曲で、缶ビールを持って屋上へ登ろう。半分の月が東の空へ、口笛を吹いて
次のアルバムには入れたいなと思っている曲を歌います。元気がない時でも悲しいことがあった時でも笑顔を忘れずに笑っていきましょう、そんな歌です。ではこの曲を最後に歌ってジーコビズのステージを終わりにしたいと思います。笑う角には福が来るという曲を最後に歌いたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。この後も楽しんでいってください。では笑う角には福が来る、ワン、ツー、スリー、フォー。Thank you.
そしてなんとなんとロードスターズさんのウィズ・ジーコもちょっとだけあるので楽しん最後まで皆さんどうぞゆっくり楽しんでいってください。どうぞ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後ですねロードスターズも3時から15分ほどですね休憩いたしまして3時からスタートということで少々お待ちください。